冒頭、2体の悪魔が戦っている魔界のシーン、突然、どこからともなく、一体の悪魔の首が何者かに切り落とされる。これを見た熊の怪物はショックを受ける。体験者ラミレスが現れ、赤ん坊の鳴き声が聞こえたかと尋ねる。そして、なぜ人間の子供が魔界にいるのかと不安になる。ついにラミレスは赤ん坊を救出する。 その後、シーンは12年後の魔界に移り、モンスターが至るところにいて、過酷な世界で毎日戦いが勃発する。一人ぼっちの人間の子供が戦いに加わる。モンスターが歩いているシーンだが、突然、主人公のエドラーが登場する。エドラーはラミレスが救った赤ん坊に他ならない。エドラーは一撃でモンスターを倒す。 その日の夕食が確保されたので彼は幸せで、祖父も大喜びするだろう。数分後、エドラーは家に帰り、祖父のラミレスに熊を捕まえたと伝える。彼らは熊のシチューを食べて栄養を取るつもりだったが、ラミレスは喜んで応じず、代わりに12年間エドラーを強く育ててきたことを話し始めた。ラミレスは、 魔界は強い者だけが生き残る厳しい世界であり、エドラーは一人で生きられるほど強くなったと説明した。これを聞いたエドラーは、祖父になぜ急に懐かしくなったのかと尋ねた。エドラーは祖父に赤ん坊の頃にモンスターから救ってくれたことを思い出し、恩義があると答えた。その後、ラミレスはエドラーを訓練し、訓練中に死ぬかもしれないと思ったこともあった。 突然、エドラーは笑い始め、毎日が素晴らしい冒険だと言い、ラミレスに感謝した。これを聞いたラミレスの目は輝き、本当だと思ったと答えた。するとラミレスは真剣な表情になり、エドラーに、もう時間はあまり残されていないので、手遅れになる前に多くのことを教える必要があると言いました。エドラーは驚いて、 ラムレスがなぜそんなに急いでいるのかと尋ねました。エドラーは泣いていましたが、ラムレスは誰もがいつかは死ぬのだから大丈夫だと言ってうるさく言わないように言いました。そしてエドラーに自分の言うことはとても重要なのでよく聞くように促しました。ラミリスはエドラーに自分が死んだらエドラーは人間の世界に足を踏み入れなければならないと言いました。 エドラーはショックを受けて人間界のことかと尋ねました。ラマラスは魔王とは違って人間はエドラーと非常によく似ていると説明して確認しました。エドラーはラマラスの言った通りだと気づいて笑いました。ラマラスは続けて人間の世界に到達するには、 エドラーは人間の世界への唯一の通路である深淵と呼ばれるダンジョンを征服する必要があると説明しました。ラミレスはまた、これはかなり大変なことだとわかっているが、エドラーなら今なら対処できると信じているとも言う。それから彼はエドラーに渡すものを取り出した。エドラーは困惑して、ラミレスがなぜ手紙とコンパスを渡すのかと尋ねる。 ラミレスはそれに依れて、ダンジョンを旅するアイダコンパスを追うようにエドラーに頼んだ。ラミレスはまた、手紙は彼の最も大切な弟子であるミラベルからもらったものだと説明する。ミラベルは人間界ではよく知られた人物なので、エドラーの居場所を追跡するのは簡単だろう。ラミレスは、ミラベルがきっとエドラーの面倒を見るだろうと付け加える。そして、 ラミレスが咳き込み始めると、エドラーは緊張する。ラミレスはエドラーに、先ほどは感謝したが、一緒に過ごした輝かしい12年間に感謝すべきなのはエドラー自身だと告げる。ラミレスの最後の言葉は、天国からエドラーの異行を喜んで見守るというものだった。その後、場面はラミレスの葬儀の少し後の場面に移り、エドラーは墓石の前に立っている。 エドラーは育ててくれた祖父に感謝の意を表す。彼は祖父の指示に従ってまず深淵に行くことに決め、最終的に人間界でミラベルに会うためにはこのダンジョンを征服する必要がある。エドラーは旅を始め、場面は深淵に移り、そこではすでに何人かが探索しており、マックという少年が階段に気をつけるように全員に叫ぶ。マックは、 ついにレベル13に到達したと嬉しそうに発表します。これを聞いたロージーという少女は興奮し、探索を開始してから丸1ヶ月が経ったことを指摘します。オトゥールは上層には強力なモンスターがいっぱいいて、本当に苦労したと付け加えます。ロッカは30階に到達することが目標だったが、 食料や物資を考えると限界に達したと思うと言います。それからマックはそもそも何層あるかと尋ねます。ミアはよくわからないが伝説の4人の英雄は50階に到達したようだと答えます。これを聞いてマックはまだ20層残っていることに気づき、唖然とします。ミアは あの強力な英雄たちでさえ最下層に到達していないなんて信じられるかと尋ねます。マックはまた、最下層の奥深くにどんな秘密が待ち受けているのか疑問に思います。ミアは、そこが悪魔の領域につながるという囁きを聞いたことがあると答えます。ミアが話していると、突然どこからともなく怪獣が現れてミアを襲った。 みんなはその光景に衝撃を受ける。緊張したマックは、見たこともない怪物が一体何なのかと不思議に思う。ミアも緊張し、大声で叫び、話してくれと懇願する。マックは怪物があまりにも大きな被害を与えるのではないかと恐れ、どうしたらいいのかと悩む。しかし突然、みんなが驚いたことに、誰かが怪物を撃ち、倒した。 みんなが衝撃を受けながら攻撃のもとを見ると、そこに人間がいるのを見て唖然とする。彼らは深淵で人間が何をしているのかと不思議に思う。エドラーも混乱し、彼らが本当に人間なのかと疑問に思う。エドラーは挨拶するが、緊張したマックはエドラーにそこに色と叫ぶ、マックはエドラーに一人なのかと尋ねる。 エドラーは混乱しながらも、はい、と答える。これを聞いたマックは、なんて馬鹿げたことを言うんだ。一人でこの回にたどり着くなんてありえない。特に三十回なんて。なぜかエドラーは大喜びして、三十回にいるのかと聞いた。つまり、あと三十回あるということだ。そして手を振ってさよならを言った。これを聞いてみんながアゼとし、 ロケットはエドラーが50回、つまり魔界から来たのかと尋ねる。マックは、そんなはずはない、と緊張する。するとエドラーは振り返り、笑顔で見上げる。緊張したマックは、エドラーが上がっているのかと尋ねる。数秒後、エドラーは床から飛び去る。シーンは数分後に移り、エドラーはついに1階に到達し、モンスターを楽々と倒している。 エドラーはついに地上にたどり着いたのかと疑問に思う。エドラーはダンジョンの上層階に行くほどモンスターが弱くなり、不思議なダンジョンになっていることに気づき、困惑する。ダンジョンを抜けたエドラーは、初めて人間界を見て驚きます。エドラーは、人間界は豊かで活気に満ちていて、魔界よりもずっと綺麗だと嬉しそうに言います。そして、 手紙に書かれていたミラベルという人物を探し出すことにします。場面はロードス王国の英雄アカデミーの城に移り、そこには今年は本当に素晴らしい生徒が集まったと言っている人が座っています。書記官はそのようですねと答えます。女性はこの生徒の中から英雄が生まれるかどうか尋ねます。エドラーは人間界に到着し、 あちこちを慌ただしく動き回っています。人間界の山々が魔界と違ってなぜ静止しているように見えるのか不思議に思います。エドラーはミラベルのことも考え彼女はどんな人で今どこにいるのだろうと考えます。途中で目的地までの道を誰かに尋ねます。エドラーは情報を受け取るとすぐに電光石火の速さで走り出した。 見ていた男は、今見たものは何だったのかと驚愕した。走りながら、エドラーは人間の心の優しさについて考えた。人造を一つや二つ要求するかもしれない悪魔とは違い、人間界の人々は自由に情報を共有していた。場面は再びロードス王国のヒーローアカデミーに移り、その女性がエドラーが探していた人物であることが明らかになる。 彼女の名前はミラベル。ミラベルの秘書であるララは、シャルティアがいなかったら、今年のヒーローアカデミーの生徒のリストを作成していただろうと彼女に伝えます。ララはまた、アカデミーには今年、最も多くの生徒がいたと言います。ララは、それはすべて疲れを知らない校長であるマリベル夫人のおかげだと付け加えます。マリベルは、 それはみんなの努力のおかげであると答えます。そしてララは最初はかなり苦労したのですかと尋ねます。ミラベル夫人の野心は貴族の間で確かに眉を潜めさせ絶え間ない批判につながっています。今では貴族が子供たちをアカデミーに入学させるまでに至っています。ミラベルはまだ取り組むべき問題がたくさんあると言って口を挟みます。 そしてララは、ミラベルが平民と貴族の衝突について言っているのかと尋ねます。ミラベルは数秒間沈黙した後、すぐに解決できる見込みはなさそうだと緊張して言います。また、魔法の師であるラミレス教授がアカデミーにいたら、状況は違っていたかもしれないとも言います。突然、ミラベルはショックを受けました。彼女でもローラでもない声が聞こえたのです。 エドラーが到着し、挨拶をします。ミラベルもララも、エドラーがいつ到着したのかと驚いています。ララは緊張して、建物に侵入者がいればゴランがすぐに行動を起こすだろうと叫びます。エドラーは混乱し、ゴランが何なのか疑問に思います。それから彼は、すでにそれらのものを倒したことを思い出し、それを共有します。 ゴランズが彼の足止めをすることはできないだろうとエドラーは付け加えます。これを聞いて、ララは緊張し、どんな犠牲を払ってでもミラベル夫人を守らなければならないと悟ります。彼女は一気に最大の力を解き放とうと考えていた。ララはエドラーに最大の力で攻撃するが、驚いたことにエドラーは一撃で簡単に切り捨てた。ララはさらに緊張し、 ミラベルを守るために防御の姿勢をとる。ララの反応を見て、エドラーは監視されていたかもしれないと気づく。彼は緊張しながら、ミラベルという人に手紙を届けに来たばかりだと説明し、少し待つように言う。ミラベルは少年が自分宛ての手紙を持ってきたことに驚く。しかし、 ララはそれでも危険かもしれないから気をつけるようにとマラベルに忠告する。マラベルは今のところエドラーに敵意を感じないので大丈夫だと答え、エドラーに手紙を見せるように頼む。エドラーはミラベルに手紙を渡す。手紙を読んだミラベルはあぜんとし、一体これは何なのかと叫ぶ。彼女は、 20年以上沈黙していたラミレス教授がずっと魔界にいたことを知り、ショックを受ける。ミラベルは、自分の先生であるラミレスが本当に奈落の底から脱出したのだと知り、喜ぶ。そして好奇心が湧き、エドラーにラミレスとどこで出会ったのか尋ねる。エドラーはすべての経緯を語り、ミラベルは彼が魔界で育ったと聞いて驚く。次に、 彼女はエドラーに自分の先生であるラミレスの最後について尋ねる。エドラーは、ラミレスが天国から彼の勝利を見守ると彼に言ったと答える。これを聞いたマリベルは、理解したと答え、ラミレス教授が子供を彼女に託したということかと尋ねる。エドラーは、マリベルに今何をすべきか尋ねる。 手紙を届けることになっていたことしかわかっていないが、どこから始めればいいのかわからない。マリベルは少し考えて、エドラーを助けることがラミレスの願いを叶えることになると決める。ミラベルはエドラーに学校を試してみるよう提案する。エドラーは学校とは何なのかと戸惑うが、ララはその提案にさらにショックを受ける。 ララは緊張しながらマリベルに何を言っているのか尋ね、エドラーの経歴は完全に謎に包まれており、入学試験にどう対処するのかと疑問を抱く。ミラベルは考えた後、エドラーの地位とスキルの両方を保障するため、入学試験を免除するという。ラリアットはショックを受けるが、それがミラベル夫人の望みなら、それでいいと同意する。ミラベルはアカデミーで、 自分の師匠であるラミレスのような将来の英雄を育てたいと語る。彼女は、高名なラミレス教授に育てられたエドラーは、間違いなくアカデミーにふさわしいと信じている。ミラベルは、ララに、エドラーをしばらく自分の保護下に置いて案内したり、あらゆる知識を共有したりできないかと尋ねると、ララはイエスと答え、そうすることに同意する。ミラベルは、 エドラーが人間界についての常識に欠けているようだと指摘し、ララにその点を指導に含めるよう頼んだ。ララは同意し、エドラーを連れて行くことは認めるが、自分について来られる場合に限ると述べた。話し合いの間中、エドラーは完全に混乱していたが、その後、ララはどこかへ向かい始め、エドラーは静かに彼女の後を追った。数分以内に、 彼らはアカデミーを出て別の場所へ向かった。エドラーは好奇心からローラに次はどこへ行くのか尋ねたが、驚いたことにローラは答える代わりにエドラーが自分について来られるか尋ねた。エドラーは混乱し、どう答えてよいかわからなかった。ローラはミラベル夫人がそう言ったが、そのような限られたスキルしか持たないものを仲間に入れることはできなかったと話した。 彼女はまた叫び、エドラーに自分の能力を試すために来たのだと告げた。エドラーはそれを入学試験だと思っていた。彼は混乱して散歩が試験なのかと尋ねた。ローラはそれは単なるウォーミングアップで本当の試験はこれから始まると答えた。それからローラは3時かと尋ね、エドラーに 森を抜けて1時間以内に反対側に出なければならないと告げた。エドラーはまだ混乱したまま、課題は本当に森を抜けることだけなのかと尋ねた。ララはエドラーの冷静さに苛立った。彼女は怒って状況を過小評価しないように言い、平地でさえ同じ距離を馬車で移動するのに3時間かかると指摘した。その上、 危険で凶暴なモンスターがたくさん潜んでいるので、エドラーに必要な体力がなければ、1時間で通り抜けるのは本当に難しいだろう。エドラーに入学試験に合格するスキルがあれば、彼にとっては楽勝だろう。ララは自分が先にそこに向かうが、エドラーがついてくれば少し楽になるかもしれないと言った。しかし、 それはエドラーが自分のペースについて来られた場合に限られる。そう言って彼女は森に突入した。入るとすぐに多くの獣やモンスターが襲いかかってきたが彼女は簡単に倒した。彼女はモンスターを挑発しそんな弱い攻撃で本当に止められると思っているのかと尋ねた。しかし彼女は 現在の一年生がこのレベルの約50%しか処理できないので、少し難しくしすぎたかもしれないと自分自身に認めた。森を一掃した後、ララは橋に向かってスムーズに歩き、エドラーが出てくるのにどれくらい時間がかかるのか疑問に思った。特に彼はとても自信があるようだから。ララは、エドラーが途中で諦めないことを願った。驚いたことに、 目的地に到着するとすぐに、ようやく到着したのかと尋ねるエドラーの声が聞こえた。ララは、エドラーが目の前であくびをしているのを見て、あぜんとした。彼女は、どうしてエドラーが自分より先にゴールできたのか不思議に思った。エドラーはあくびをしながら、ララは確かに時間がかかったし、自分より先にゴールすると思っていたと言った。緊張したララは、 エドラーがそこにどれくらいいたのかと尋ねた。エドラーは20分以上待っていたと答えた。ララは驚いてなんだってと叫んだ。するとエドラーはもっと大変かと思ったけどそうではなかったと言った。ララはエドラーは嘘をついているに違いないと答えた。エドラーは嘘ではないと叫び返し何かを見るように言った。 エドラーはある場所を指さし、ララが見ると、エドラーが地面に描いた動物のデザインを見て驚いた。エドラーは嬉しそうに、時間があったので傑作を作ることにしたと説明した。ララは信じられないと言い、再びエドラーに挑戦した。緊張したエドラーは、決戦なのかと尋ねた。ララは、エドラーと一緒に競争して、一緒に森を征服すると答えました。 エドラーは大丈夫だと答え、さらに言いかけましたが、ララがそれを遮ったのです。彼女は負けたら犬のように振って、エドラーの前で尻尾を振ると宣言しました。そして、大丈夫だと思うと付け加えました。二人ともスタートラインで準備を整え、ララは3までカウントダウンしました。驚いたことに、カウントダウンが終わるとすぐにエドラーが飛び立ち、 数秒で姿を消しました。ララはあぜんとし、今起こったことが信じられませんでした。彼女は彼に追いつけないことを受け入れるのに苦労しました。レースが終わった後、エドラーは祝っていました。ララは地面に座り、悲しげに微笑み、敗北を認めました。彼女は約束通り、これからは犬のように吠えると言いました。 緊張したエドラーは、それは必要ないと言いました。ララは、それはそうではない、約束を守れなければ教師として完全に失敗すると叫びました。そして、彼女は様々な方法で吠え始めましたが、とても恥ずかしかったです。ララは、他の人が自分のこの姿を見たらどうなるか、他の教師や生徒がちらっと見たらどうなるか、 少し興奮しすぎるのではないかと心配しました。そんな彼女を見て、エドラーはこんな状況でどうしたらいいかと考えた。ヘッドラーはすぐにカラスのような鳥が自分の周りを飛んでいるのに気づき、それがずっと自分の後をついていたのではないかと考えた。彼はそれがマリベルという人物と関係があるのではないかと推測した。場面はマリベルに移り、 彼女は非常に緊張した様子だった。彼女は、こんなことになるとは想像もしていなかったし、こうなるかもしれないと予想していたので、お馴染みの尾行者であるアドラーがいたのだと言った。緊張したマリベルはラミレス教授の名前を叫び、彼が残した問題児について文句を言った。それにもかかわらず、彼女はエドラーの力を見なかったふりをすることにした。 その光景は彼らの墓場まで彼らを悩ませるだろうから。しばらくして、エドラーとララが校長室に戻ると、マリベルはエドラーに学校の雰囲気は良いかと尋ねた。エドラーはこれを聞いて非常に困惑した様子だった。緊張したマリベルはララにエドラーに学校を案内しなかったかと尋ねた。ララは悲しそうにマリベルに謝った。 その後、ララは魔界で育った子供がどうしてあんなに恐ろしいのかと考え始めた。魔界がエドラーに見せた地獄は、4人の勇者でさえ耐えられないものだったのだろうか。ミラベルは彼女の考えを遮り、エドラーが学校に入学できるように手配したと伝えた。初日、エドラーは学生寮に泊まることになった。これを聞いて、エドラーは興奮し、楽しく考えた。 その後、ミラベルはエドラーに同行して学校を案内した。途中で、ミラベルはエドラーに、学校には学年ごとに寮があり、それぞれが笑いでいっぱいになるのを待っていると話した。一年生は男女ともに、それぞれの部屋にいた。ミラベルは、誰であれ、どこから来たかに関係なく、誰もが同じ広々とした部屋を与えられると説明した。 それから彼女は部屋のドアを開け、エドラーに、ここから彼の新しい冒険が始まると伝えた。エドラーが本当にそれだけかと尋ねると、マリベルは、ここは寝るためだけの居心地の良い安息の地だと考えてください、と答えました。アクティビティや設備も豊富で楽しめます。その後、エドラーは黙って自分の部屋に入りました。 エドラーが部屋に入る前に、ミラベルはエドラーに絶対に会わせたい人がいると言いました。エドラーは困惑した様子で、マリベルが誰のことを話しているのかと考えた。その後、ミラベルがエドラーの隣の部屋に入ってきた。ミラベルはアリスという女の子に声をかけ、中にいるか尋ねた。ミラベルを見たアリスは祖母に電話し、緊張しながら、 そんな風に教えてくるなと言った。ミラベルは笑いながら、アリスが自分の部屋にいることはわかっていたと言った。ミラベルはアリスをエドラーに孫娘として紹介した。そして、ヒーローアカデミーに転校してきたばかりのエドラーの世話を手伝ってほしいとアリスに言った。アリスは驚いて転校生と尋ねた。 マリベルは、エドラーをアリスと同じクラスにしたので、エドラーは何でも遠慮なく聞いていいと説明した。アリスはミラベルの話を遮って、その責任を引き受けたくないと言い,い、なぜ自分が引き受けなければならないのかと疑問を呈した。ミラベルは、アリスにはまだ友達が一人もいないのかと尋ねた。アリスはマラベルのコメントを聞いて腹を立てた。 マラベルが部屋を出ようとしたとき、彼女はエドラーがちょっと変わっていると言って、アリスに彼の面倒を見てほしいと頼みました。アリスはまだ会話は終わっていないと叫びました。ミラベルはアリスの声が聞こえず、部屋を出ました。アリスは混乱して頭をかき、どうしたらいいのかわからなかった。エドラーはアリスに状況がよくわからないが、 アリスを頼りにしていると言いました。アリスは他に選択肢がないことに気づき、エドラーに自分は彼を助けるためにここにいる何か質問があれば聞いてくれ、と言いました。エドラーはその瞬間に実際に質問があったので、イエスと答えました。アリスはエドラーに質問を続けるように言い、エドラーは友達とは何ですかと尋ねました。 アリスはその質問に驚き、とてもユニークな質問だと言いました。アリスは、友達とは人々が親密な絆を共有する人だと説明しました。エドラーは、もしそうなら、亡くなった祖父を選ぶだろうと答えました。アリスは緊張して、祖父母は家族であり、友達ではないと答えました。アリスは、エドラーが動き回るようになれば、 おそらく何人かの友達ができるだろうと言った。戸惑ったエドラーは、アリスは授業に出席しているのに友達がいないのかと尋ねた。激怒したアリスは、エドラーを部屋から追い出し、出て行けと叫んだ。戸惑ったエドラーは、なぜそんなに怒っているのかと不思議に思った。部屋に入ると、エドラーはその狭い空間に緊張を感じた。部屋はとても狭く、 安全感がほとんどないことに気づいた。また、どうしてこんなに多くの人がこんなに狭い空間に押し込められるのか、そして、どれだけの命が失われていたのかを想像した。安全を確保するために、彼は部屋にいくつかの変更を加えることにした。そして、魔法を使って、わずか数分で部屋の模様替えを完了した。終わった後、彼はすべてをカバーし、 部屋はバハムートからの攻撃さえも防ぐことができると感じた。また、忍び込む心配がないように、また、影に潜む暗殺の恐れがないように罠を仕掛けた。これらすべてが終わると、彼はほっとした。その後、エドラーはマリベルが翌日から始まると言っていた授業について考え始めた。何も知らなかったため、 授業の内容が何なのかわからなかった。場面はベッドに横たわり、なぜ自分にこんなことが起きているのかと不思議に思っているアリスに映った。彼女は社交が苦手で、常識が全くない人と仲良くなれるとは思えなかった。アリスは突然、まだ友達がいないのかと尋ねた祖母の言葉を思い出した。それを思い出し、アリスは怒りで枕を殴り始めた。 祖母は自分の気持ちを分かってくれない、と呟いた。ついに疲れ果て、彼女は寝ることにした。夜のお風呂に入ることに決めた後、アリスは服を脱ぎ始めた。しかし、誰かが壁を叩く音が聞こえ、何の音だろうと思った。アリスの混乱は増すばかりだった。壁にゆっくりと穴が開いているのが見え、エドラーの声が聞こえた。 ずっと聞きたかったことがあるという。突然、エドラーの頭が穴から現れ、なぜ服を脱いでいるのかと尋ねられた。油断して下着姿で立っていたアリスは、エドラーの予期せぬ登場にひどく恥ずかしくなった。パニックに陥ったアリスはエドラーを変態と呼び、魔法を使って攻撃した。エドラーは攻撃を見て緊張し、何が起こったのか。 なぜ攻撃されたのか疑問に思った。アリスもパニックに陥り、魔法を最大出力にしていたため緊張していたが、エドラーは指一本で攻撃を簡単に防いだ。これを見てアリスはショックを受け、本当にかわしたのかと疑問に思った。緊張したアドラーは、礼儀として先にノックしただけだと説明した。アリスはすぐに毛布をかぶって、じっと見ないように叫んだ。 今やとても怖がっているアドラーは彼女を見ないようにして背を向けた。アリスは壁をすり抜けて魔法を楽ラ々クラクと打ち消したエドラーがどんな生き物なのか疑問に思った。去る前にエドラーはもう一度謝ったが、アリスはまだ激怒しておりドアに向かって枕を投げた。緊張したエドラーはすぐにドアを閉めた。ドアを閉めて外に出ると緊張したエドラーは、 アリスはそんなに怒る必要はないと言った。それから、アリスは裸で見られるのが本当にそんなに不快なのかと疑問に思い、祖父と一緒にいつも家の中を裸でうろついていたことを思い出した。それでも、エトラーは質問を翌日まで取っておくことにした。翌朝、彼はアリスのドアをノックした。アリスは無表情でドアを開け、 おはようと言って挨拶し、エドラーが少なくとも制服を着ているのを見てほっとした。無表情のアリスを見て、エドラーは困惑しながら彼女の目つきをどうしたのかと尋ねた。アリスは誰かが彼女を警戒させていたおかげで一晩中眠れなかったと答えた。アリスが間接的に彼のことを言っていることに気づいたエドラーは、 学校の全員が壁を通り抜けられるわけではないと述べて謝罪した。アリスは驚いたことに、エドラーがそんなに簡単だと思うのかと尋ねた。エドラーは困惑して、魔界では彼にとってそれはただの火曜日だったと言った。アリスは冷静にもしそうだとしたら魔界では普通のことかもしれないし、それは理にかなっていると答えた。 突然その意味に気づいたアリスはショックを受け、激しく、え、何と叫びました。アリスはエドラーに、人前でそんなことを言うのは絶対にダメだと言いました。エドラーは緊張して混乱し、理由を尋ねました。アリスは、エドラーがトラブルを起こしたくないなら、ルールを守った方がいいと説明しました。 そして、エドラーが授業について何も知らないのは分かっているので、教室に向かう途中で説明すると言いました。途中でアリスは、ヒーローアカデミーは6年間のプログラムだと説明しました。1年目では、基礎に重点を置いた様々な科目に飛び込みます。1年目のカリキュラムには、魔法の数学、戦闘技術、戦術芸術、冒険の歴史、 芸術が含まれていると説明しました。また、一年目は担任の先生がほとんどの授業を担当していました。全員が一緒に学ぶクラスもあります。ようやく教室につき、アリスはエドラーに先生が呼んでいるから見なさいと言いました。先生はローラに他ならず、ローラはクラスに新しい転校生が加わることを発表しました。生徒たちは、 転校試験がとても難しいことを知っていたので驚きました。エドラーは合格するには本当に才能があるに違いありません。そして、彼はかなり優秀なのではないですかと尋ねていました。ララはエドラーに自己紹介をするように頼みました。そして、自分が犬のふりをして、それについて考えると緊張したら、生徒たちはどんな反応をするだろうと思いました。 エドラーは自己紹介をして学校が何なのかよくわからないと言った。これを聞いて生徒たちは驚いて次々と質問を始めた。庶民も小学校に通っているのにエドラーは本当に学校が何なのか知らないのかと尋ねた。みんなはエドラーは田舎者だと言った。それに対してエドラーは自分が魔界から来たと叫んだのでみんなは唖然としてショックを受けた。 アリスは何度も言ったのにまだ明かしたのかと思って緊張した。エドラーは混乱して、なぜみんなが突然静かになったのかと尋ねた。その瞬間、みんなは彼が冗談を言っていると思って、緊張して笑い始めた。一人の男の子が立ち上がって、エドラーにこれはどんな冗談なのかと叫んだ。彼は、エドラーは本当に魔界から来たと言っているのか、 それともみんなをからかっているだけなのかと尋ねた。その男の子がエドラーにさらにトリッキーな質問を続ける前に、ララが割り込んで止めるように言った。そして、その男の子の名前がガイザーだと言った。ガイザーはララに、エドラーは本当に悪魔の領域から来たのかと尋ねた。ララは緊張した様子で、その質問にどう答えたらいいかわからないと答えた。 これを聞いて、ガイザーは微笑んで、後で自分で確認すると言った。ローラはエドラーに、アリスの隣に空席があるので、そこに座るように言った。エドラーが近づくと、アリスは緊張した様子で、エドラーはすでにトラブルを招いているようだと言ったが、エドラーはアリスが何を言っているのか理解できなかった。アリスは、自分が彼だったら、 ガイザーの仕事には絶対に関わらないようにすると彼に言った。一方、ガイザーはエドラーをじっと見つめ、これはとても興味深いことになるだろうと思っていた。ララは歴史を教え始めたが、エドラーは完全に緊張して混乱しており、一言も理解できなかった。その時、アリスはエドラーに本を手渡し、それを読むように言った。アリスはまた、 準備書にはエドラーが必要とする詳細のほとんどが載っていると述べた。そして、エドラーは読めるかと尋ねた。エドラーは、祖父が自動読み取りの魔法を教えてくれているのでできると答えました。アリスは緊張しながらも好奇心旺盛な様子で、これまで聞いたことのない魔法が何なのか尋ねました。エドラーは魔法を使い、数秒で読み終えた。そして、 ほとんどの情報を吸収したと話した。アリスはあ然とし、そんなに早く読む方法はないと言った。そして、それを確かめるためにいくつか質問をすると、エドラーはそれらすべてに簡単に答えた。アリスは、エドラーが魔法を使ってすべてを完璧に思い出しているかどうか尋ねた。エドラーは、そうではなく、普通に覚えているだけだと答えた。 これを聞いたアリスは緊張して、さらに感心したと言った。エドラーはアリスに他の教科書を見せるように言った。数分のうちに彼はすでにそれらの多くを読んでいた。アリスは緊張して、彼がどれだけ覚えているのか疑問に思った。その後、場面は午後に移り、ララは生徒たちに謝っていた。彼女は、 最後の瞬間に避けられないことが起こったため、その日の武術の授業は自習になると説明した。生徒たちは皆それを聞いて喜んだが、エドラーは武術の授業で受け取った剣に集中していた。彼は、それが鋼鉄製であるにもかかわらず、殺傷力のある本物の武器であることに驚いた。突然、 後ろから女の子の声が聞こえ、心配する必要はないとエドラーを安心させた。彼女は、学校には一流の医療スタッフが待機しているので、少し怪我をしても大丈夫だと言った。エドラーが振り返って彼女を見ると、女の子はティナと名乗った。彼女はエドラーに、一緒に勉強会に参加しないかと尋ねた。エドラーは困惑した様子で、 自分のことを言っているのかと尋ねた。ティナは彼が一人のようだと指摘し、イエスと答えた。それからエドラーは一人で剣を振る練習をしているアリスに緊張した様子で目を向けた。ティナはエドラーがただの振り回しでは大したことないことを知っているかと尋ね、彼が本当に悪魔界から来たのなら彼と親善試合をしたいと尋ねた。エドラーは 自分の剣がポケット次元にしまわれていることに疑問を感じたが、今は相手に合わせていくべきだと考えた。それから彼は、スパーリング中は生徒に優しくするようにとアドバイスしたマラベルの言葉を思い出した。エドラーはティナと1対1で戦うことに同意した。新入生がティナとスパーリングをすると聞いて、生徒たちは驚いた。戦いの初めに、 エドラーはティナにいつでも気軽に来ていいと言った。ティナはエドラーの主張はとても大胆だと答えた。そして彼女はエドラーに向かって走り始め、もし彼がそう望むなら自分が先制攻撃をすると言った。みんなが驚いたことにエドラーはティナの攻撃を簡単にかわした。生徒たちは驚き、 エドラーの動きはティナの後ろに電光石火の速さで消えるものであり、一回でかわすのはかなり難しいとコメントした。しかし、ティナはみんなが思っているほど印象的ではなかったかもしれないと思い、微笑んだ。ティナは再びアドラーを攻撃したが、今度は驚いたことに、アドラーは見もせずに彼女の攻撃をブロックした。みんなはこれにあぜんとしたが、 ティナは何度も攻撃を試み続けた。しかしその度に、アドラーは彼女の攻撃を一目も見ずに剣で防いだ。これを見たアリスは緊張し、昨夜は魔法を消したばかりなのに、一体何が起こっているのかと不思議に思った。エドラーは振り向くこともなく、ティナの容赦ない攻撃をかわした。アリスは、エドラーの体は一体何でできているのか、 魔界でどんな訓練を詰めばこんな戦士になれるのかと不思議に思った。エドラーはティナの友人たちを振り返り、勇気があるなら一緒に攻撃しようと挑んだ。これを聞いたティナの友人は怒り、エドラーに、後で後悔しても泣きながら戻ってこないでくれと言った。三人は同時にエドラーを攻撃した。みんなが驚いたことに、 エドラーは彼らの攻撃を何の問題もなく簡単に防いだ。緊張したティナは、エドラーがどうやってそれらの攻撃をすべて防いだのかと尋ねた。努力にもかかわらず、ティナと友人はやがて疲れてしまった。一人が続けられないと言った。ティナは緊張して、エドラーに何が起こっているのか疑問に思いました。一方、最後の女の子は、 彼は本当に頭がおかしいと言って彼を褒めました。その瞬間、エドラーは嬉しそうに勝ったようだと言いました。ティナは好奇心から一体どうやって彼はあんな風に動けるのかと尋ねました。エドラーは以前100本の腕を持つモンスターと対決したことがあるので、それに比べればこれは何でもないと説明しました。これを聞いてティノはびっくりして、 エドラーは冗談を言っているのかと尋ねました。エドラーは冗談ではなく本当に悪魔の領域から来たのだと答えました。その時、アリスがやってきてエドラーにお茶を飲みたいかと尋ねました。彼に聞きたいことがたくさんあるからです。他の女の子たちも興奮してお茶を飲みに行く準備ができていましたが、突然、 ガイザーがどこからともなく現れ、エドラーは悪魔の領域から来たことから女の子の注目を集めることまで、本当にすごい人だと言いました。ガイザーは、少なくとも一度は悪魔の領域を訪れてみたいと言いました。それに依れて、ガイザーの友人は、そこは単なる田舎の村で、それ以上のものではなく、魔界の村と呼ばれていると説明して、彼に休むように頼みました。 アリスは、ガイザーが貴族だからいつも高慢地な態度をとっていると説明して、エドラーにガイザーのことを心配しないように言いました。ガイザーは彼女の神経を魚でするかもしれませんが、実際、彼にはスキルがあります。エドラーは、魔界では目が合うと死ぬまで戦うことになることが多いので、心配していないと答えました。これを聞いて、 ガイザーの友人たちは笑い始め、エドラーがガイザーに歓喜さえ起こさせたことを認めざるを得ないと言いました。アリスは、ガイザーは名門剣士の家系の出身で、剣術クラブの次のエースになると予想されていると言いました。しかし、彼女はエドラーが簡単にガイザーを倒せると確信していました。突然、ガイザーは笑いを止め、アリスが何を言ったのか激怒して尋ねました。 友人たちもガイザーが田舎者に負けるはずがないと叫んだ。ガイザーの友人の一人はアリスにガイザーが剣術の最高の生徒であることを知らないのかと尋ねた。ガイザーは壮大な戦いになるだろうと笑いながら言った。ティナの言ったことが本当なら彼自身がエドラーに挑戦するだろう。エドラーはガイザーに今すぐ戦いたいかと尋ね。 ガイザーは、はい、と答えた。エドラーは、すぐに終わるだろうから、できると言った。これを聞いて、ガイザーはさらに激怒し、剣を抜いた。そこにいた他の全員は、新入りの少年が完結戦と戦おうとしているのを見て驚き、みんなが近くに集まって見守った。アリスは、完結戦にもう関わらないように警告しておいたのだと自分に言い聞かせた。 しかし突然、アリスは間欠泉の剣を見て唖然とした。彼女は、その剣は明らかにミスリル性ではなく、その硬さでは鋼鉄でさえ小枝のように折れてしまうだろうと述べた。間欠泉は微笑み、どの剣を使ってよいかというルールがあるか尋ねた。エドラーは、呪われた剣でも聖なる剣でもないのだから、どちらでも構わないと答えた。 すると、間欠船は、ルールは決まっていると言い,い、エドラーがいかに無知であるかを考え始めた。彼はエドラーの剣を粉砕し、エドラーが生き延びるのに十分なだけ殴り倒すつもりだった。間欠船はエドラーに向かって突進し、自分は貴族であり、田舎者を楽しませるためにここにいると宣言した。ガイザーはまた、エドラーに泣いてもらい、感謝してもらいたいとも言った。 ガイザーは激怒してエドラーに切りかかり、エドラーは剣で攻撃を防いだ。剣がぶつかり合うと自尊心に満ちたガイザーは、エドラーの剣が真二つに割れたと思わずに思った。ガイザーは絶妙な拷問の時間だと思った。しかし、緊張したガイザーの友人たちは彼の名前を叫んだ。ガイザーは混乱し、何の騒ぎなのかと尋ねた。 彼がエドラーに目を戻すと、エドラーがまだ剣を無傷で立っているのを見て驚いた。ガイザーは、エドラーの剣が折れるのではなく、自分の剣が砕け散っているのを見てショックを受けた。生徒たちはみんな、量産された歯でガイザーの剣を折ったばかりのエドラーが本物なのかと緊張した。ガイザーは、逆の展開になることは完全に予想していたと言った。 アリスもショックを受け、何が起こったのか理解できなかった。悲しくなり、激しくなったガイザーは、一体何が起こっているのかと再度尋ねた。ガイザーは黙って地面に座り、エドラーは剣をガイザーの首に突きつけ、まだ戦い続けるのかと尋ねた。緊張したガイザーは考え事をして答えなかった。それを見て、エドラーは、 まだ戦いの最中なのにガイザーがなぜそんなにリラックスしているのか不思議に思った。ガイザーがこんなことで戦意を喪失したら、魔界ですでに命を落としているだろうと彼は思った。ガイザーは負けを認めざるを得なかった。これを聞いて、エドラーはガイザーが本当に降参したのかと疑問に思った。戦いが終わった後、ティナと彼女の友人たちはエドラーを称賛し、 彼はとてもすごいと言った。他の生徒も、エドラーがあの剣でガイザーを倒したことに驚き、自慢しようとしたガイザーが負けるのを見て滑稽だと感じた。これらのコメントを聞いて、ガイザーはますます激怒しました。ガイザーの友人たちは彼をなだめようとしましたが、彼はそれを無視して怒って立ち去りました。ガイザーと友人たちが逃げるのを見て、 ティナは感心しました。彼女はエドラーの手を握り、みんなでお茶を飲もうと提案しました。タイネスの友人たちも同意し、エドラーと一緒に行きたいと言いました。エドラーはしばらく考えてからティナの手を離し、用事があっていけないと言って謝りました。出発前に、エドラーはなぜアリスと一緒に夕食を取らないのかとみんなに尋ねた。そう言うと、 彼は立ち去った。その後、場面は学生寮に移り、そこでガイザーは激しく壁を殴っていた。ガイザーは平民に負けたことが信じられなかった。特に、彼の剣が単なる鋼の刃で折れるはずはなかったからだ。ガイザーの考えでは、エドラーは不正をしたに違いない。 ガイザーは、エドラーが彼女を倒すためにあの少女たちと組んだと確信し、剣を手に取り、怒りながらこれを見逃さないと宣言した。彼はこの屈辱を100倍にして返すと誓った。エドラーの部屋に近づいた後、ガイザーは部屋をめちゃくちゃにして彼に混沌とした挨拶をしようと考えた。彼は怒りながら剣でドアを壊したが、驚いたことに部屋は空だった。 ガイザーはエドラーの部屋には本当に何もないのだろうかと思ったが、次の一歩を踏み出すと、誤って魔法陣を踏んでしまった。魔法が発動し、地面全体が黒く変色しました。突然の変化に驚いたガイザーは、反応する前に床に落ちて少し怪我をしました。ようやく立ち止まって目を開けると、見たものに衝撃を受けていました。ガイザーは緊張して、 一体何が起こっているのかと叫びました。彼は檻の中に閉じ込められていることに気づき、床下にこんな場所があるはずはないので、自分がどこにいるのか、この穴は何なのかと混乱しました。ガイザーは檻の棒を動かそうとしましたが、動かすことができませんでした。逃げ道がないように思えたので、緊張してどうしたらいいのか考えました。突然、 檻の中にスライムが現れました。スライムを見て、ガイザーは笑い、ただのスライムだから怖がらせないように言いました。彼は激怒してスライムを攻撃しましたが、スライムは反撃しました。ガイザーは驚いて、思ったよりも手強いと叫びました。突然、スライムがガイザーの剣を吸収し始めたので、ガイザーはあ然とし、 これは何のスライムだろうと思った。彼は緊張して、これは普通のスライムではないのかと尋ねた。その時、エドラーの声が近くから聞こえ、それが彼の長年のペットであることが明らかになった。混乱したガイザーは、今何が起きているのかと尋ねた。エドラーは微笑みながら部屋に入った。エドラーを見ると、ガイザーは緊張して叫び、 ここがどんな部屋なのかを尋ねた。エドラーは、それは彼が作った空間だと答えた。これを聞いて、ガイザーはショックを受け、どういうことかと尋ねた。エドラーは、そのスライムは悪魔界から来た流行りのペット、暴食スライムだと説明した。名前に驚いたガイザーは、暴食スライムなんて聞いたことがないと認めた。 エドラーは微笑みながら、本当かと尋ねる。冥界では大流行していたが、飼い主は食べられ続けていた。ガイザーは怒って、エドラーが本気で自分が地下世界に住んでいたと言っているのかと尋ねます。エドラーは、この小さな生き物は大量のアダマンタイトを吸収したので、その体は伝説の金属と同じくらい強くなる可能性があると付け加えます。 ガイザーは砂糖や水のように骨さえも溶かすことができる。これを聞いてびっくりした。エドラーはさらに万が一ガイザーが食べられたとしても跡形も残らないだろう。間違いなくと語る。跡形もなく消えたその言葉にガイザーは恐怖を感じる。エドラーはガイザーが本当にこの山状を片付けられると思っているのかと再度尋ねるが、 ガイザーは怒りのままにアドラーに向かって突進し、本当に逃げ切れると思っているのかと叫ぶ。ガイザーは自分が貴族だと思っているからこう言うのだが、エドラーも怒り、祖父からどんな状況でも敵を逃がしてはいけないといつも教えられたと答える。アドラーは逃がしたら復讐に戻ってくるかもしれないと付け加える。アドラーのそんな姿を見て、ガイザーは汗をかき、 怖くなり、緊張して叫ぶ。そして、場面は翌朝の教室に移り、みんながショックを受けている。アリスは隣に座っているエドラーに何があったのかと尋ねます。アリスが驚いたことに、それはガイザーで、彼は笑顔で彼女に挨拶します。ガイザーもティナに挨拶し、先ほどとても傲慢だったことを謝罪します。驚いたティナは、 なんと尋ねます。アリスは、ガイザーがこのように変わるなんて、一体何が起こったのだろうと不思議に思い、エドラーに誰か他の人なのだろうかと尋ねます。エドラーは、敵を逃がすことも殺すこともできないなら、飼いならすべきだと祖父がいつも言っていたと答えます。アリスは驚いて、飼いならす、と尋ねます。ガイザーは、自分の命はエドラーの慈悲のおかげであり、 これからは自分の命がかかっているかのように持っているものすべてをエドラーに捧げると説明します。緊張したアリスはそれが本当かと尋ねます。ガイザーは規律という言葉は使わない方がいいと再び言います。ティナは身を乗り出し、エドラーの耳元で囁きます。ティナは混乱して、エドラーがガイザーに何かしたのかと尋ねます。 少し怖い話になってきたからです。エドラーは、ちょっとした指導をしただけだと答えます。キナはショックを受けて、なんだって世界を変える目的に反する指導だってと尋ねます。教室の外で、ララはこれを耳にし、規律について考えます。犬を思い浮かべ、犬の真似をするのです。ガイザーはエドラーに、 どのクラブに入ろうと思っていたのか尋ねます。エドラーは混乱して、クラブとは何かと尋ねます。ガイザーは、生徒が自主的に参加する課外活動だと説明します。ガイザーはエドラーを招待して、見に来るように言います。また、剣道部の将来のエースになることが期待されているとも言います。エドラーは、どんなクラブがあるのか尋ねます。 ガイザーは人気のあるクラブには武道部、デュアル部、美術部、射撃部などがあると答えます。エドラーはアリスに何かクラブに入っているか尋ねます。緊張したアリスはまだ一のメンバーではないと答える。エドラーはアリスにクラブに行って友達ができるかもしれないから一緒に見に行こうと提案する。アリスは激怒し、 エドラーに自分のことは自分でやれと怒鳴り、先日もティナに押し付けたことを思い出させる。アリスは自分は代役ではないし、エドラーのように友達になることはできないと再び怒鳴る。エドラーはもし彼らが自分の友達なら、アリスと自分はもっと本当の友達のように感じると答える。エドラーがそれ以上言う前に、アリスは恥ずかしさを感じながら、いいよと答え。 一緒に行くことに同意した。数分後、彼らはクラブの建物に到着した。中に入ると、ガイザーはエドラーに何か特定のクラブに注目しているかと尋ねる。エドラーは決闘クラブに興味があると答える。そして笑顔で一族が絶滅するまで死ぬまで戦うのかと尋ねる。緊張したアリスは、 生徒たちがお互いを全滅させないようにと叫ぶ。ガイザーはエドラーのガイドを申し出て、すべてのクラブを見て回ろうと提案する。彼らはまず武道クラブに入り、ガイザーは乱入してすみませんという、新しい転校生エドラーはトライアル会員になることに興味がある。武道クラブの人々はエドラーを厳しい目で見る。 ババルークという少年が、このクラブは武器や魔法を使わず、体だけを使って戦うことに重点を置いていると説明すると、エドラーは面白そうだと答える。ババルークはエドラーに近づき、噂の伝説の転校生かと尋ねる。ババルークは、エドラーは弱々しく弱踊りじしく見えるとコメントするが、まだ一年しか経っていないと付け加える。 エドラーが十分にトレーニングすれば、彼のような体を持つことは単なる幻想ではない。ババルークは、エドラーがクラブにいるのだから、ただ見ているだけでなく、実際のアクションを体験した方がいいと付け加えた。みんなが驚いたことに、エドラーはバビルクを一撃で簡単にノックアウトした。みんながバビルクの周りに集まり、大丈夫かと尋ねた。部屋を出る前に、 エドラーはバビルクが生きているかどうかを確認したとコメントした。完全に緊張したガイザーは、エドラーに急いでどこかに行くように促した。そして、エドラーは行く先々でみんなを驚かせ、ショックを与えた。忍耐と根気が鍵となるクラブでさえ、彼は追い出された。クラブのリーダーは、エドラーに家に帰るように懇願した。混乱したエドラーは、 ターゲットを破壊しただけで追い出されたのかと尋ねた。クラブのリーダーは、それが理由ではないと答えた。問題はエドラーが彼らの精神を打ち砕いたことだ。アリスは、こういうことが起こることは予想していたと言い,い、安堵のため息をついた。その時、エドラーは、クラブに入るのはちょっと難しいかもしれないと言った。突然、 どこからともなく女の子の声が聞こえ、二人ともクラブに入りたいかと尋ねた。エドラーとアリスが振り向くと、一人の女の子が、自分は四年生で、あるクラブのリーダーであるセレナだと名乗った。セレナは、先ほど二人が通り過ぎるのを見たことがあるが、エドラーはとても興味深いと思ったと言った。セレナは、エドラーに、普通のクラブは彼には合わないようだと告げる。 彼女は自分のクラブがエドラーのような力のある人間を緊張させ続けると約束する。エドラーは興味をそそられ、どんなクラブか尋ねる。セレナは微笑み、自分のクラブはダンジョン探検クラブと呼ばれ、ダンジョンへの探検が含まれることを明かす。アリソン・ガイザーは驚いて、何ダンジョン探検と尋ねた。 しばらくして、シーンはダンジョンクラブの道に移り、セレナは視界があまり良くないので別のルートを取るように言いました。クラブに入った後、セレナはツアーに新人を連れてきたのでみんなによく聞くように言いました。これを聞いたエドラーは、ダンジョンアドベンチャーとは何なのかと戸惑いながら考えました。数分前、セレナは世界には探索すべきダンジョンが山ほどあると言い,い、 学生たちが一緒に攻略するクエストを提供しました。セレナはエドラーの手を取り、クラブルームに入ったら詳細を掘り下げると言いました。シーンは現在に移り、エドラーは自分の意思に反して引きずり込まれて緊張しています。そして、彼は影に何かが潜んでいるかもしれないと考え始めます。これを聞いたセレナは、たとえ遠慮していたとしても、 彼女の存在に気づいたことはとても印象的だったと答えます。突然、ガイザーが近くに誰かいると感じ、誰かいるかと尋ねました。セレナはガイザーがすぐそばに立っていたので目が見えなかったのかと尋ねます。ガイザーはよく見て、セレナが言ったように影が動いているようだと言います。確かに、 そこにはステルスモードで女の子が隠れていたことが判明しました。ステルスモードなのにどうして見つかったのか不思議に思い始めた。エドラーは叫び、その人にもう出てくるように言い、食事の時や練習場でも最近は尾行されていたと言った。これを聞いたアリスは緊張して叫び、ただのストーカー行為ではないのかと尋ねた。突然、 少女は全員の目に見えるようになり、全くそんなことは言っていないと必死に主張した。アリスは驚いたことに、本当にストーカー行為をしていたのかと尋ねた。少女は緊張して、もっと早く自己紹介しなかったことを謝った。そして、東の国から来た忍者のリンだと自己紹介し、尾行する理由があると説明した。リンは、 校長には4人の孫がいることはよく知られていると述べた。エドラーは5人目の隠れ孫かもしれないという噂を聞き、転校生の正体を暴こうとしていた。するとガイザーは、リンが何か怪しいことを企んでいたからそう言っただけだと叫ぶ。これを聞いたリンは緊張し、自分が完全に変質者だとレッテルを貼られるのではないかと心配する。彼女は神経質に、 決して危害を加えるつもりはなかったと主張する。エドラーはリンの言っていることにはある程度の真実があることに同意するが、突然怒りの表情になり、もし悪意があったなら、すでに対処していただろうという。これを聞いてリンは怖くなり、セレナの後ろに隠れる。セレナは笑って、みんなに憂鬱を振り払うように言う。そして、 次の週末に街からそれほど遠くないダンジョンに向かうと発表する。それで彼らは二日一番の探検を計画していた。セレナはエドラーとそのグループにみんなが行くので冒険クラブに参加したいかと尋ねる。アリスは少し不安だと答える。エドラーは本当に参加したいので一緒に来るように進める。彼女は恥ずかしそうに叫ぶ。 わかった、セレナはそれを聞いて喜んだ。その後、シーンは週末の午前7時ちょうどに移り、セレナは彼らの次の挑戦は千年期遺跡であると発表します。千年前に建てられたと言われる古代遺跡は、怪物でいっぱいのダンジョンになっています。低レベルの挑戦に分類されていますが、騙されないでください。決して簡単には挑戦できません。 セレナは、チームが制服に向けて進歩していることを喜んで共有しますが、適切なメンバーと徹底した準備が絶対に必要です。そして、彼女は地図を開き、わずか2日間で中レベルに到達することを目指すことを提案します。ダンジョンのレイアウトは時々変わるので、定期的に確認する必要がある。 これを聞いたエドラーは、誰かが入るたびにレイアウトが変わるのかと困惑しながらセレナに尋ねる。セレナは笑いながら、そんなはずはないという。エドラーは、人間界と魔界のダンジョンは違うに違いないと結論付ける。入り口で、セレナは、今回は23人で挑戦すると話す。6人ずつ4チームに分かれる。 前線には槍使いの戦士セレナと、壊るべき剣の達人ガイザーがいる。光栄は魔法使いのアリス、そしてリンが偵察に向かった。セレナはエドラーに話しかけ、彼の力はまだ謎であり、みんなの助けが必要だと指摘する。エドラーは状況を理解し、OK と答える。中に入ると、セレナはそろそろモンスターが現れ始める頃だと言い,い、 リンに気配を感じるか尋ねる。リンは忍術を使って今のところ何も現れていないという報告を確認する。驚いたことにエドラーがリンの後ろにやってきて、リンに本当にそうかと尋ねる。エドラーはモンスターが近づいてきていると言って、右の道、さらにもう一つ右の道に進むように指示する。リンは、 エドラーは本当にそれを感知できるのかと尋ねる。エドラーは、はいと答え、リンに見るように言う。リンがもう一度見ると、ミノタウルスが現れた。リンは、モンスターがどこからともなく現れたように思えてショックを受ける。一方、セレナは、エドラーがその距離から事前にそれを感知する能力が本当に素晴らしいことに気づき、あ然とする。 しかしすぐに、セレナは、今はエドラーに集中することが優先事項ではなく、モンスターを倒すことが主な目標であることに気づく。彼女は槍を抜き、ミノタウルスに向かって走る。彼女は、自分一人でミノタウルスを倒せると叫ぶ。ミノタウルスはセレナを見て緊張し、避けようとしますが、セレナは一撃で素早くミノタウルスを倒します。 リンが前に進んでいたとき、エドラーが隠れた罠に注意するように言いました。調べた後、リンは彼の正しさを確認し、以前の調査でなぜそれが発見されなかったのか疑問に思います。セレナは専門家が見逃すような罠であっても、罠に気づくことが重要だと言います。彼女はどんな罠に遭遇するかわからないので、全員に警戒するように言います。 全員が驚いたことに、エドラーは直接トリガースイッチを押します。アリスは緊張して叫び、何をしているのか尋ねます。エドラーは、おじいちゃんはいつも罠に正面から立ち向かうように言っていたと答えます。アリスは、罠は避けるものだと激怒して叫び、エドラーのおじいちゃんはどんな人だったのか尋ねます。セレナは、 巨大な球体が近づいてくるので全員に注意するように叫びます。セレナは全員にすぐに横のトンネルに飛び込むように言います。しかし、エドラーはまだそこに立っています。これを見たセレナは困惑しながら、エドラーが何をしているのか、自分たちを殺そうとしているのかと尋ねます。するとエドラーは、オーブは本物なのかと尋ねます。 彼は片手でそれを止め、それだけかと尋ねる。エドラーがオーブを持っているのを見て、セレナはショックを受ける。さらに驚いたことに、エドラーは扱いやすいと言って、一撃でオーブを破壊した。ガイザーは緊張して、あの巨大な球体に何が起こったのか尋ねる。アリスは自分たちの前で何が起こったのかと驚いて尋ねる。セレナは、 軽量素材で作られていない球体をエドラーがどうやって破壊したのか疑問に思う。一方、ガイザーはエドラーに大丈夫かと尋ね、運を試すのはやめるようにと助言する。エドラーは微笑んで、無謀ではなかったと言い、見てみるように言う。リンが近くを見て穴を見つけると、彼女は意外にも、それは隠し通路かと尋ねる。ガイザーは、 何も考えずに突っ込むのは賢明ではないというが、突然宝箱を見つけ、エドラーにそれを開けるように喜んで言う。エドラーは、それは間違いなくミミックだと答える。ガイザーは、ミミックとは何なのかと困惑しながら尋ねる。驚いたエドラーは、ガイザーは本当に知らないのかと尋ねる。エドラーが説明する前に、宝箱はモンスターに変身し、 ガイザーを襲う。驚いたことに、ガイザーは攻撃をかわし、宝箱は壁に激突する。ガイザーはまだびっくりしたまま、モンスターに向かって叫び、どこからともなく飛び出して壁に激突するなんて不器用だとコメントする。その光景を観察していたセレナは、宝モンスターがエドラーのバックハンドだけでノックアウトされたので、自分が正しく見ていたのか疑問に思う。 彼女は、この転校生には間違いなく何か異常なところがあると思う。ガイザーは緊張して微笑み、ようやく道を見つけたのに、どこにも通じていないなんて残念だという。エドラーは笑いながら、誰かにそう思わせるのは実は巧妙な仕掛けだと述べる。ガイザーは困惑しながらエドラーが何を言っているのかと尋ねると、エドラーは実演して答え。 全員を壁の方に押しやる。彼らはびっくりして緊張して叫び始め、そんな風に押し込まないでと頼む。さらに驚いたことに、彼らはぶつかることなく壁を通り抜ける。エドラーは微笑んで彼らに見るように言い、それは仕掛けの隠された壁だと説明する。ガイザーはイライラして、本当に興味深いものがあると叫び、もう一度試してみることにする。 エドラーは引き返すのは不可能だと警告するが、ガイザーは聞こえず、結局壁にぶつかってしまう。セレナは緊張してエドラーが何を言っているのかと尋ねる。エドラーは一方通行で引き返すことはできないと説明する。これを聞いてセレナは緊張して汗をかき始める。アリスは、こんなことが起きそうな予感がした。今さら引き返すことはできない。と言い、 セレナは緊張しながら、どうやってみんなと再会すればいいのかと尋ねます。その時、セレナはエドラーが歌を歌っているのを見ます。彼女は激怒し、なぜこんな状況でそんなに落ち着いているのかと彼に叫びます。エドラーは、以前にも魔界でこのような罠に遭遇したことがある、と冷静に答えます。これを聞いて、セレナは緊張しながら、 エドラーが本当に魔界のことを言ったのかと疑問に思います。彼女は最初は聞き間違えたに違いないと思いましたが、すぐにエドラーが間違いなく魔界のことを言ったことに気がつきます。彼らが進むと、下へ続く階段が見つかります。階段を見て、エドラーはこのルートが最下層への近道かもしれないと提案する。セレナは、 それは彼らには下のボスを倒してテレポートを使って地上に戻る以外に選択肢がないということだと答える。レンは現在の人数ではそれは非常に厳しいだろうという。セレナはその上、彼らには一日と一番分の食料しかないと付け加える。セレナはエドラーが何も持っていないことに気づき、大声で叫び、荷物をどこに隠したのか尋ねる。 混乱したエドラーは、なぜそんなに叫んでいるのか疑問に思う。エドラーは単にポケット次元に手を伸ばして荷物を取り出す。セレナはあぜんとし、どこから来たのか尋ねる。エドラーは、それはただのポケット次元だと答える。セレナは、それは次のレベルの魔法だという。アリスは、エドラーに全員を地上にテレポートできるかどうか尋ねる。 アリスが驚いていないことに気づいたセレナはなぜもっと驚かないのかと尋ねる。アリスはそういうことにはもう慣れていると答える。エドラーは目的地をマークする必要があると説明する。そうしないとどこか別の場所に行き着くかもしれないし、何かがうまくいかなかった時に地面に引っかかってしまうかもしれないからだ。リンは緊張して、 それはとても危険ではないかと尋ねる。エドラーはかつてモンスターの腹の中にテレポートしたことがあるという。リンは今突き破ったのかと尋ねる。セレナは安堵のため息をつき戻れないなら頑張った方がいいという。3時間まっすぐに歩いた後彼らはついにドアを見つける。それを開けるとセレナは危険を感じた。 セレナはリンに調べるように言う。リンは OK と答え、魔法を使い始める。突然、ガイザーは消えることができたら、いつでも好きな時に女の子の風呂を覗けるだろうと言い始める。これを聞いて、みんなはそんな考えは恥ずべきことだとガイザーに言う。一方、エドラーは部屋の中を進み続ける。セレナは不用意に動くなと叫ぶ。 エドラーは、大丈夫、上から落ちてきただけだから心配することはない、と答える。突然、地面全体が地震のように揺れ始める。みんなは緊張して一体何が起こっているのか尋ねる。それはマンティコアというモンスターであることが判明し、セレナは、そのモンスターは明らかに通常よりも大きく、上位種に違いないからありえない、と叫ぶ。ガイザーは、 それだけではない、マンティコアには複数の尻尾があると叫ぶ。セレナは、ここがボスの部屋のような気がすると言い,い、その生き物がボスモンスターなのかと尋ねる。突然、マンティコアが体から針をまき散らしながら襲いかかってくる。それを見たセレナは、針には猛毒が詰まっているから気をつけろ、と叫ぶ。アリスは、緊張して、 自分は絶対に避けられないという、針に当たっていなくても、みんなめまいを感じ始め、ゆっくりと地面に倒れ込みます。セレナは、マンティコアが毒を空中に撒いているのではないかと不安になります。また、リンは十分に離れているので、今のところは安全だと考えています。しかし、すぐにセレナは、自分一人で何ができるのか、 エドラーはどこにいるのかと考え、突然、毒の影響を受けていないエドラーが立っているのを見ます。エドラーは混乱し、三人に何が起こっているのか尋ねます。セレナは驚き、毒を吸い込んだのに無傷なのはなぜかとエドラーに尋ねた。エドラーは笑いながら毒、毒そんなの毒とは呼べない、と答えた。さらに、針で刺されても耐えられると付け加えた。 セレナはエドラーの言っていることが理解できなかったが、驚いたことにエドラーは突然自分の手に毒針を注射した。彼女は驚いて叫び、何をしているのかと尋ねた。エドラーは体勢をつける訓練をしてきたので、このレベルの毒ならすぐに中和できると答えた。セレナはこれを聞いて緊張し、エドラーは必要なら下毒呪文を使うこともできるが、 我慢して本当の忍耐力を身につけようと提案した。セレナはあぜんとし、今はそんな時ではないと叫び、急いで下毒呪文をかけるよう促した。エドラーは同意し、呪文をかけた。驚いたことに毒は消え始めた。エドラーは微笑み、毒の煙を少し吸えば大丈夫だという。一方、上に隠れていたリンは、これをチャンスと見て、 探検でマンティコアに襲いかかる。しかし、彼女が切ったのはモンスターの尻尾の一本だけだった。五本すべての尻尾を切るのは大変な作業なので、リンは大変だと思った。しかし、隠れていれば、チャンスは無限にある。突然、マンティコアが尻尾を激しく振り回し始めた。リングは、全方向からの全面的な爆風を恐れて緊張した。 ボスモンスターの知能が桁外れであることに驚いた。彼女は身を隠したが、驚いたことに、針は一本も自分に近づいてこなかった。エドラーが素手で全ての針をキャッチしているのを見て、レンは唖然とする。エドラーは、今度は自分たちが輝く番だと叫ぶ。マンティコアはエドラーに襲いかかるが、エドラーは簡単にかわして尻尾をつかみ、力ずくで引きちぎる。 驚いたリンは、エドラーが本当に力ずくで引きちぎったのかと尋ねる。エドラーは次に二つ目の尻尾を引きちぎる。一本ずつ尻尾を全部引きちぎると、そのうち一本でマンピコアを攻撃し、何度も顔を切りつける。エドラーは、モンスター自身の毒でさえも効くというのはとても不思議だとコメントする。一方、ガイザーはエドラーに笑顔で近づき、 ボスをうまく処理し、プロのように出口を確保するのはエドラーの当然だと語る。ガイザーは、そのようなレベルのモンスターを一人で倒すことが本当に可能だったのか、それとも夢を見ているだけなのかと尋ねる。レンは自分自身もその可能性を疑い始めていたことを認める。その後、彼らは前進した。次の部屋に入ると、 それが前の部屋と全く同じように見えた。エドラーは、おそらくボスとの一連の戦いだろうと示唆する。セレナは突然揺れを感じ、モンスターが来るのでみんなに準備するように言います。彼女は緊張しながら、ボスモンスターがまた現れたのか、そしてそれがただのゴーレムではないのかと疑問に思います。 ガイザーはみんなに感情の腕を見るように叫び、それが遠距離攻撃を放つだろうと予測します。セレナは情報なしでボスと戦うのは危険だと付け加えます。これを聞いてエドラーは見たことのないモンスターと戦う方法を教えて欲しいかと尋ねます。セレナはそのような方法が本当に存在するのかと尋ねます。エドラーは 無数の生き物でいっぱいの世界で、すべてのモンスターを理解するのは非常に難しいと説明します。ヒーローアカデミーでも、本に載っているモンスターの対処法しか学んでいなかった。どんなモンスターにも通用する戦略があるのではないかと、セレナは興味津々だ。するとエドラーは突然空中に飛び上がり、123を数えてボスゴーレムを殴りつけた。 これを見たみんなは、その素早さと決断力に唖ぜんとする。モンスターはあっという間に破壊され、エドラーはモンスターが攻撃する前に倒すことが目的だと説明する。このやり方なら、大抵のモンスターを安全に倒せる。緊張したままのサレナは、本当にできるのかと疑問に思い、口を挟む。エドラーは、防御力の高いタフなモンスターには、 その強さを上回る強力な一撃を繰り出せばいいと説明する。しかし、素早いモンスターは依然として手強い。素早いモンスターが攻撃を仕掛けてきた時こそ、不意をつく絶好のチャンスなのだ。消えるタイプのモンスターに関しては、あまり違いはなく、タイミングが重要です。各フロアで、エドラーはあらゆる種類のモンスターを簡単に倒しました。 消えるタイプのモンスターについては素早く見つけて排除しました。エドラーはこれらの生き物は通常耐久力が低いため広範囲攻撃で一撃で倒せると説明します。彼は次にどんなボスが待っているのかを考えながら楽しく歩きます。その時、エドラーは自分たちが持っていた情報が全く参考にならないことに気づきます。一方、 ガイザーは、6回連続で戦い続けることができるかどうか疑問に思っています。次の部屋に入ると、ガイザーはそれがミノタウルスであるのを見ます。全員が緊張し、ガイザーはそれが地に飢えたミノタウルスであり、ダンジョンの最後のボスであると叫びます。これを聞いたエドラーはがっかりし、予想よりもずっと早く来たので、これが本当に終わりなのかと尋ねます。 それから、本当の挑戦はどこにあるのだろうと考えます。エドラーは、血に植えたミノタウルスは本当に厄介な存在なのではないか、特にその恐ろしい方向は敵を恐怖で麻痺させてしまうかもしれないので、そうではないかと考えます。それに耐えるには相当な精神力が必要です。通常なら、 盾持ちと前線兵を入れ替えて何とか対処しますが、エドラーは一人で対処できると信じており、エドラーは自分が対処すべきだと決めます。突然、血に植えたミノタウルスがエドラーを襲います。セレナは糸と叫び、エドラーに注意を促します。みんなが驚いたことに、エドラーは素手でミノタウルスの角をつかみます。ミノタウルスは緊張し、 エドラーに何もできません。エドラーは驚いて、血に植えたミノタウルスにできることはそれだけなのかと尋ねます。ミノタウルスがうなり声を上げ始めると、セレナは、それは強力な方向が来る前兆だ、と叫びます。ミノタウルスが方向し始める。セレナは緊張しながら、至近距離でその方向に巻き込まれたら、 間違いなくミノタウルスの言いなりになるだろうという。驚いたことに、アドラーはミノタウルスにとてもうるさいとだけ言う。